大畑駅に停車する、キハ85大畑駅は、かつて、青森県下北郡大畑町大畑高信道に、存在した、下北交通大畑線の駅。大畑線の廃止により2001年4月1日に、廃駅となった。大畑線の終着駅であり、本州最北の駅であった。駅舎は、鉄道廃止後、同社の大畑出張所として使われている。 廃止後もバス部門の大畑出張所が残り、バス待合所及びバス出発窓口が使用されている。鉄道廃止後しばらくは、売店も営業を継続していたが、後に閉店し、跡地がそのまま残っている。バス出発窓口は9時11時50分、12時30分、16時50分の営業で、水、土曜が定休日となっている。窓口営業時間内に限り、 案内放送を行っている。バス乗務員の出退金点呼などのローム管理も行っているため、出張所社員は毎日常駐する。バス停は大畑駅のまま名称を変更せずそのまま利用されており、大間、最方面、バスターミナル、下北駅方面等のバスが発着している。また、奥屋源方面のデマンドタクシーも発着するホームや、校内の線路、 車庫は廃止後も残されており、大旗線で使用されていた、キハ85系機動車の動体保存に活用されている。毎年4月から11月までの第3日曜日、日本航空のパイロットたちで結成された、鉄道愛好会、NPO 法人現部、大旗線キハ85動体保存会が、点検を兼ねてキハ85系の運転会を行っている。 下北交通大畑出張所に関するカテゴリー、ありがとうございます。